設での環境整備の紹介です。エアコン内部の点検及びクリーニングと屋上の清掃です。浴室からハイドロフォーマー洗剤を撒いてデッキブラシを使い清掃します。中庭の清掃から理事長ありがとうございます。屋上のゴミや土による排水口の詰まりを解消させるため定期的に掃除をしています。見る人も見られる人も幸せに。榊紅葉チャンネルです。チャンネル登録お願いします。